終了です。ごめんなさい、終了です。ちなみに何だったのそれ。いや、すごいおもつまんないんですけど、早くみんな謝ってってこれ。なんだそれ。みんな謝って申し訳ない。やらなきゃよかった、やらなきゃよかった、やらなきゃよかった、やらなきゃよかった。はい、減点します。早めに吉澤チーム7つ、お、そして藤本チームは13個。あらららら、ということは藤本チーム7点。ということで、せいさん、今日どうもありがとうございました。この後は、カメゾウに伝説のハロプロニュース不良が殴り込み。なんか先週と全くこう雰囲気違うわよね。最高な雰囲気ですよね。はい、レイとアン。先週はなんだか知らないけどヤンキー風に思われている、うん、うんうんってうなずきすぎる。画面強めな感じですね。そうね、でもちょっと懐かしい感じで今日は。はい、いいじゃないですか。あの頃に戻りたいな。思います、それは思いますよ。本当に思うんですよ。いろんな着ぐるみ着てたもんね。そうですよ、私なんか着て運ばれてましたからね。で、あの頃に戻りたいの。そうです。あなた不法侵入に訴えるわよ。そのうち今日はちゃんと靴履いてません。当たり前です。何しに来ましたの。歌って踊れるハイパーセールスマンエリック・カメゾーです。踊ってないじゃん。歌ってたんだあれ。何それ。おかしい。今日もとっておきの商品を持ってきました。何て言ったら、商品って言われてる。大丈夫。その時の商品を持ってきました。はい、じゃん。昨日6月25日に発売になりました、モーニング娘。高橋愛の4作目となるソロ写真集愛心です。私そんな細くないけど。はい、じゃあ、目のつけるとこが違うかも。超大人気で本屋に行ったんですけど、もうなかなかなくて、あ、なるほど、買っちゃいました。はい、あら、もう大人気ですよ。あら、ありがとうございます。昨日でも本屋行ったら山積みやったね。あれは小川誠やったから。いや、笠原優子さんのじゃないですか、ね、中田優子のあったあった、あった。おすすめのさ、はい、ポーズ。あ、それ中田さん好きですね。うん、ね。これナチュラルでシンプルに。で、後ろ姿が多いんですよ。あ、そうなんですか。もう前撮ってもらえなくなっちゃった。後ろ姿もあるので、あとは何だろうね、こういうやつ。かわいいやんか。いや、かわいい、ね、私ね、うん、どうやってたかな、何こうやってやってましたとか言いながら、あんた全部可愛いのしかやってない。そうですか。ドゥネーといけない、ドゥネーといけないとか言いながら全部可愛いやつ。そうですよ、ね、もう少し自分は崩してね、今までと違う田中じゃないや。顔が多いから困らないよ。編集写真集をこれから見ようとしてる人がこう期待できるようなポーズをしてよ。頼むよ。頼みます。お前全部可愛いやないか。かわいい写真集ってことでしょ、自分で言いなさいもん。18歳の写真集です。黒木に鉛筆までついてると。あ、ちょうだい。ちょうどなかったよ。どこ鉛筆。あの直筆のロケ日記もついてるということで。ロケ日記はついてますよ。鉛筆は鉛筆
直筆直筆直筆だよ。待ってください。もうここは高橋さんにねお願いします。そうですね。でもね直筆でもない直筆ですよね。あのデジカメを渡してもらって、はい、あのマネージャーさんに撮ってもらった写真を切って貼って、うん、それがポスターの裏に。はい、ついてます。自分の手作りってことですね。手作り愛の地図になっております。おー、いいじゃないですか。かわいい。やっぱ愛とかっていう名前にしとけばよかったな。そしたらいろんなもの作れそうやったら、ね、ゆう子じゃ何も作られへんもん。なんか、なんかゆう子心ってなんか子がいっぱいあって確かにゆう子心、ゆう子心、まあ言いにくいということで続いての写真していきますね。はい、お願いします。じゃんた石川理香写真集ハッピー理香石川です。二十歳になってから今回はあの卒業までの5年間を通じたロングインタビューとか、わおわお、うん、横須賀で撮影したりとか、うん、沖縄行ったりとか、あとちっちゃい頃の写真を載せてたりとか。やるなー、勇気あるな自分。あら、かわいい写真をチェックしました。マジでかわいい写真だけ。ちなみに安田圭は赤ちゃんの時も同じ写真だ。これさ作ったの？はい、スカジャンをですね、そうなんですよね、あのやにあの石川が描いたウサギをですね、やべえやべえこれやばいくないこのスカジャン。ちょうだいちょうだい、1枚しかないんですよ。いいやん、私着てあげるやん。なんで着たら目立ちますよ。いや、ものすごい中澤さん石川さん好きなんだなって。これすごくない？ちょっとなんかかっこかわいい感じですね。そうか。最近 の、 そのちょっといい感じに変わってきたエリック亀蔵のソロダンスを見てみたい。嫌です。悪いけど悪いけどダンスはね私には負けるよ。何言ってるんですか石川さん。トランスチャーミーにはかわいい。トランスチャーミーいっちゃいましたね。じゃあ石川さんも戻ります。じゃあ愛ちゃん戻りますということで4人で踊りましょう。皆さんみんなで踊ったら良さがわからないじゃない。そうだよ。いいんですよ、ここはみんな私が私がグループが集まってるんで。ミュージックいらっしゃい。変がな、おい、こら。みんなして今、私をはめましたね。今、うまいこと、うまいこと言った。みんなで今、何の打ち合わせもしないよ。今の打ち合わせなかったんですか？全くの。エリックがあの音楽をかける瞬間とか、見抜きとかしなかったんですか？何にもしない。通じ合っちゃって、やっぱここの3人は最強グループだから。そうね、意外と、意外とすごいよ。そこにエリックがいれば、もっと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 最強なんですけど。いいえ、入り込めません。入り込めません。あなた一人でやってた方がいいと思う。うん。あ、ソロということですか？このコーナー私たちに譲って一人でなんかあのどっか地方ロケとか行ってきて。この後ハロモニ元気印の3人があの人とハイテンションデート。次回この人が来た。武井と翔太くんスタミナのスーパーハイテンションデート。しかしそのハイテンションが原因でメンバー全員が大変なことに。この恋が釣れたら何と付き合ってください。本当に釣る。恋を釣るのはあなたです。Subscribe now.